Welcome to the Gundam Online! どうもー、シルビでーす。今回は、同軍戦の、なんだっけな、テキサスコロニーでございまーす。本日は6月の2日になりました。4日から5日の日、4日の数日、アップデートがあった日ですね。で、いろいろと最近遊んでまして、格闘技だったりとかしておりまして、今回は、ちょっと銃撃に戻しております。銃撃の高機動銃撃がエフリート・シュナイドというので実装されるということで楽しみにしております。高機動、果たして高機動で言っても、やっぱりアクトより早くねえんだろうみたいな感じ。まあせめてアクトと一緒かなみたいな感じだと思ってますけども。多分ね。はい、落ちた。落ちたんでね、せっかくなんでこっち行こうかなって感じですな。すまない、離脱する。まあだけど上に補給艦出さねえと抜かれちゃうもんね。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。行くぞ。大丈夫でしょ、これ。止まったね。久々のゲームか。ずっと格闘技使ってたね。よいしょ。という感じで、一人に行くかな。お、マジか。ありがとう。俺が先陣を切ろうではないか。じゃあ、あれはめんどくさいね。よいしょ、アイタのキー。まあゲージ勝ってるんで無理に見に来る。ちょっと弾回復ですな。久々でございます。ああ、後ろに弾出してくれてたのか。失敗してない。ちょっと判断力甘いですね。まあちょっと眠いんでそういうのもあるかなという感じでございます。サントラルのまずいよ、日本拠地だよね。まあ、やっぱケンプは丁寧に戦う必要がありますな。しばらく格闘機体とか、より丁寧に戦わなければいけない機体を使っていたおかげで、割と練習になりましたね。はい、いただきます。後ろでついに冷房が実装されまして、マジか。生き残った生き残りました。これで際どい戦いだった協力させていただきます。3に置くべきか2に置くべきか。ただ2よりは2だと、こう2で取られなければすぐ開けるっていう点を考えると、やっぱり3だと思うんですよね。私は3大事。と思いました。あ、燃えた。で、確保はしつつ、長いですね、燃えるのが。こ
ロックオンされた。そこはね、まあいくらなんでもって感じですね。当たりすぎだ。少しは避けろ。おうおうおう、上から撃って。まあ淡々と。やだ。ショットガン持ちはね、ちょっと相性良くないですからね。急ザクちゃんは。おっと、あれはこける。こっちが。弾が欲しいな。ああ、おお、引っかかった。そんな感じでございます。割と倒してますね。あ、ちゃんと索敵してますね。 OK。 いけるかな。いけそうですね。ちょうどあと3発あるし。回収優先。まずは回収が先決だ。いけたいけた。あぶねえ。残念。倒させていただきました。マークされましたね。レーダーに映ってたんですよね。さて確保しましたね。ここは久々のザ銃撃さん。銃撃さん。あ、これ当たったかな。死んだー。痛い。銃撃密集戦に強いんでね、押すパワーがありますから。あ、救機体が切れた。日が変わったからか。次入れとかないと。はい、切れたら切れたって言ってほしいですね。全然気づかないな。いいね、いい感じ、いい感じ。はい、いけ。そろそろ収拾と参りたいのですが。よみがえ、戦場に戻るとしよう。すまん、せいけど倒した。まあ、あそこからまあスナイパーいましたけど、あれは当たるんで、そこは狙い目ですよ。あぶね、またなんか食らうとこでした。うぅぅ、避けろ。行った方がいいんじゃないですかね。回収優先。あ、戻っちゃった。まずは回収が先決だ。そこは行った方がいいと思いますよ。出撃する地点を選択してください。
丈夫か。また引っかかった。ちょっとあるんだ。あのね、ユフリートの特徴として格闘特徴として出っ張りに引っかかるんですよね。ちょっとしたおかげでわけわかんないくらい方することが多々あります。ああ今みたいな確定というか距離的には確定だったのにもう外すというパターンもすごいと思いますね。やめてほしいですね。だからまっすぐ飛ぶかな。うんげーやったね。まっすぐ飛んだ。ケンパー、こちらもファーストをとりあえず使えば、いいんです、いいんです、使い切り、機体も使い切りでいいんです。かな。とやられてしまいました。おっ、来た、ね、あ、ダメだ、残念。あ、だけど、行ってますね。素晴らしい、素晴らしい。ロックを取ったんだね。もう安定ですね、こうなると。いや、右の方が、左の方が有利なんで。これ外してるぞ。もったいねえぞ。あ、普通にもう一回撃たれた。取られちゃうね。あ、まだ大丈夫かな。やばーし。あと50秒雑談タイムでございます。ちょっと、共有機がいないんでね、そういうやっちゃいました。次設定しとこう。で、あと37秒、失敗ですね。ちょっと高コストだったかなって感じ。で20秒、使ったって。さて、17秒、長い。3から A なりを目指せばいいんじゃないですかね。まあここに入れといてですかね。でガンガンいっちゃって、さあいっちゃって、突っ込んじゃって、よし、ダウン。敵さんどちらって感じですね。4これ取れんじゃねえの。お、マジか。ディフィートやるな。30秒で書くんです。もったいね。イフリートで潰してしまった。アイフリートってか。結構高コストだとなんかもったいないから。まあ、だって、あれですもんね。あいつも割と使いしてるから。同じようなもんですね。なんだっけ。ケンプじゃなくてアクトザクも使いしてますし。アクトザクとケンプファーが同じ、モジュール積むと同じコストなんてちょっと信じられないですけど。するんじゃねえの。
さあ行け、行けよ、行くぜ、後ろ行くぜ。 OK、 はいはい、ナイスライン。挑んできた勇気を与えて、これはほんの刀なら。やばいやばい、まだ届かないな。ああ、嘘、足りなかった。まあ、だけど、いけちゃってる感じですからね。まあ、いいんじゃないでしょうか。銃撃やっぱ遅いですね、遅い。火力はありますけどね。ただ火力はあるんですけど、チャージしなきゃいけないし、足も遅いですしね、そういうデメリットもしっかりあって楽しみですね。いい感じでございますね。勢いがありますね。いった。すごいですね。あ、溶けた。中央来ましたね。超突っ込んできた。そして復活されてる。マジか。すごいね。榴弾を直で食らった。使っちゃえばいいんじゃないですかね。で期待生きてるしね、いいと思いますよ。ブラック的な感じで。下にいるんですかね。下か。OK。C。出力で攻撃を続けます。 OK、 飛んだね、ちょうど。あー、微妙に当たらなかった。残念、もったいない。お、マジか。ありがてえ。あはは、もったいねえ。いけ、突っ込みますけどね、ガンガン。あ、だけどもう終わった。終わったわ。という感じでございました。安定でございましたね。もう正面から力押しで勝ってたんで、階級的に戦力的にだいぶ差があったんじゃないかなという感じでございます。こんな感じですね。個人評価の報告です。そういえば今降格試験の最中でございました。次から次行きましょう。はい。
やりましょう。本部より報酬が届きました。そんな感じでございました。コンテナを選択してください。淡々とね、淡々とやりますよ。しかしちょっと眠いので、なんかもうぼちぼち寝そうな気もするんですけども、まあそんなこと言いながらやってるパターンがあるので、まあ読めない。そんな感じでございましたね。フル1試合フルにですね、でした。20分じゃないか、まあ結構そんな感じ。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。TV でした。